って、あの当時は必死だったというけれど、それは綺麗事にしたいだけだったのかも。あと一歩が踏み出せない。あと一つの気持ちが湧いてこない。それも全部自分の弱さと甘いからだよと、自分に鞭を入れてみるけれど、でもね、克服するために現状を打破するために、これまでやってきたことは決して無駄ではないはず。目には見えないけれども、どこかで根を張り、大きな木になるかもね。そう信じてやらなきゃ意味ないし、そう信じて頑張らなきゃ悲しすぎる。幸せをつかみたいなら苦しいこともあるんだよ。でもそこから逃げ出さないで、何かを変えることは痛みを伴う。だけどそれを怖がっていたら何も始まらない。怒りを恨みに変えては、ダメ、怒りを力に変えていこう。怒りを超えたその先にはきっと新しい自分に出会えるはず。青春時代を無駄にしたなんて言わないで、人生これから始まるのだから。ふてくされていたらそこでもう終わり。私にもあなたにも大きな才能があるのだから、それを無駄にしないで。15年長かったけど、今日ここからまた始められる。